はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ゼルダの伝説スカイウォードソード続きをやっていきたいと思います。火山の噴火に巻き込まれて、よいしょ、装備を全部落としたところだったんですけど、なんとかすべて取り戻しまして、ちょっと待って、これは戻れない。戻れないな。どうやって帰ればいいじゃん。あー、ちょっと弓、矢が欲しい。なんかあるか、これ上上がれる、あ、上がれる。あ、なんだ、あ、なんだなんだ。これでこう壊します。で、さっきファイが言ってたんですけど、右の壁の奥に竜がいる可能性 60% みたいなことを言ってたんで、そこに行こうかな。宝箱買った。よし、こっちか。ほらで、あれは頑張ったらスカイボードできそうな気がするんですよね。よし、なんかマスターソードになってからスカイボードの飛距離が伸びた気がする。気のせいかな、女神の剣だった時はね、そうでもなかった。おお、これちょっと今度使っていこう。あんまりスカイボードはたまるのも早い。あー、長い。あ、結構いいかもしれん。これはわざわざ爆弾ばっかり使いよったけど、今までビートルで、はい、そんで、ここか。竜はなんか火の竜っていうとバルバジアを思い出すな、ゼルダだったら。おお、漫画版の時のオカリナに漫画版があるんですけど、そのなんかバルバジアのエピソードがすごくちょっと、あら、親戚、水流様の親戚か、色違い。時のオカリナの漫画版にバルバジアのエピソードが、ちょっと漫画オリジナルのエピソードがあって、ちょっと切ない物語があるんですよね。結構それが印象に残ってる、バルバジアの。あ、よかった。ちょっともう水流様はさ、ちょっとひともんちゃくさ、音符探しとかあったけど。 あなたの名前は。おお、あ、また心地よく聞いている。そんなアングルからせんでよくない。何今のカメラマークは。リンクの股下をこう引きで撮るようなカメラマーク。よかった。まあこの装備集めが試練みたいなもんか。我が力の爆発、お前を巻き込んでしまったようだが許せよ。まもなくこの地の空も晴れるであろう。さあ行けがいい。フィローネでは水の力が、まあ、爆発というか作用して、でオルディン地方は火山が爆発。じゃあラネールはなんだ、砂嵐が襲うみたいな、そんな感じかな。よし、あ、空に帰れなかったんだ。ラネール砂漠です。ラネール砂漠ね。これなんだろうね、これ気になっ、こうこう、ここなんだろう。まあいいや。じゃあラネール地方に向かいます。ちょっとセーブをしてから。どうだ、何かあるかな。よっしゃ、よっ、
しぶといな。なんかこの人たち聞いてみるか。なんか知ってる？あ、竜神さん、雷竜様ならラネール洞窟の南におられるケロ。他の竜神様のことは知らない。 あ、ラネール洞窟、ラネール洞窟ってどこだっけ。ここか、ラネール様。ちょっと顔がすごい。あ、痛い痛い痛い。オラオラオラ、よしよし。あー、やっぱマスターソード攻撃力上がってる。よし、ラネール洞窟に向かいますか。ラネール洞窟、ラネール洞窟の南って言ってましたね。あー、ゴロンか。リンクドンじゃないゴロか。ちょうどよかったゴロ、会いたかったゴロよ。めっちゃ大声で叫んでる。あ、ゴシップストーン。ああ、これの、ああ。これ、昔聞いたけど何のことかわからなかった。あ、べらぼうに強い盾。やあやあ、リンクドン。この前話していた聖なる炎、あ、見つかりました。はい。ごめんね、ちょっと遅くなって。リンクドンっていいね。リンクドンって。いいですね、呼び方。隠れた土地があった頃、俺では入れない。あ、俺って言うんや、オラじゃないんや。雷竜が住んでた土地と見てる頃、雷竜とロボットと時空石、ロマンだゴロ。ここちょっと待って、休憩しよう。なんかスカイボードソード結構ね、なんかな、この剣を振るアクション、剣を振るアクションっていうのもあって、初心者に優しいですね。ちょっと難易度は高いかもしれないけど、こういう回復スポットがあったりさ、椅子とかがあったりで、最初からハート3つじゃなくてハート6つから始まるっていうのも結構、おお遅いよ、土下座。うん、あ、大丈夫です。セーブしたいけど無理かな。と横を言えば弓が、て矢がないっちゃんね。矢が欲しいな。まあいいか。そ雷竜様に会うためにどんな試練が待ち受けているのか。何もない、虫だけか。何もないな。これはなんか壊したらいいことあるか。金か、1ルーピーか。あー、今ちょっと殺しちゃったかもしれん。あー、ごめん。おお、ラネル渓谷。うん、来たことないですね、ここはね。ダンジョンがあるのかな。新マップ。ここも良質の時空石が採掘できるため、古代の文明では錬石場として開発。あー、トロッコがあるか。トロッコいいな。あー、なんかね、まだね、あの左上の方とかまだマップがないところが気になるな。はい、まずセーブしようか。時空石がないからまだなんともって感じか。
これはなんだ、部品、骨、モンスター、なんだろう、モンスターかな。あー、これあー、なんだろう、なんか話してる。うお、これ多分敵か、敵っぽいけど、ああなんとなく分かった。ビートルでこうするやろ、落とす。ああなんか小さな鍵がいりますね、あそこ。でここもちょっと爆弾をけちって1ルピーか。渡る。あー怖いね、渡る。あ、この先がラネールがいるけど、鍵はそんな感じ。なんか光ってる、あそこ。なんだ、え、なんか光ってますね。なんだろう、持つ。あー、え、何これ。なんだろうこれ、え、届く。あ、あれ鍵かな、小さな鍵か。でもビートルお使いとかできる、これ。ああ、できるんだ、やった。あ、なんだ、警告銃を探し回るのかと思ったけど、鍵自体は結構簡単にゲットできるんだ。ということは、なんか雷竜様いなかったみたいな、そんな感じか。雷竜様のところには行ったけど、どっか行ってたみたいな、結局会えなかったみたいな。よいしょ、多分おらんめ、おらん気がする。あ、砂砂帽子。あーもう、あー、よしよし、久しぶりの時空席。2人ぐらいいる？ 1 人か。ちょっと話を聞かせてくれ。うん、いや許可はもらってないけど。あ、あら、魔物がいっぱいだ。それはまあ承知の上。ああ、なるほどね。押すだけでいいのか。ああ、うわ、ああめんどくさいな。もうムシ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 。なんか壁がせり上がってる。おい、ああ、いきなり現れんのよ。よし、ああ、なるほどね、開けときます。そして、なるほど、あれはデクババか。いや違うな、ボコブリン。あ、これ扉開かないけど、
あ、なんかここかスイッチ。あ、なるほど。はい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 。大丈夫かい？おお。まあまあ遅れなければ平気かなっていうところですよね。あっ！よし。あ！急げ。ああスイッチ、ああ来ます。そんであれかスタもさ出るんだね。ああなるほど。よし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 。ああちょっと頑張りの身が欲しいな。よしよしよし。焦るな。よし、オッケー。そしてよし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 、はい、オッケー。でどうなる。またスイッチがいるね。スイッチがいるの分かったけど、ああおうおう。でスイッチ、あの的はさ、まあ、掴めないんだ。的はあんま関係ない気がするけどな。時間の流れで古いから掴めません。そういう、ああなんかキスがおるやん。嫌だねちょっと。大丈夫かな。よしよし。攻撃されないように。なんだかんだ攻撃されないな。よいしょ。そしてこれを掴んでゴール。よしよしよし。難しいな、古代の花。よし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 。ほら、はい。違う。おっと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 。おっと、そうやね、これ。まあ、こういうね。トラップはゼルダシリーズ結構おなじみですよね。あれ？あ？え？なんで登れないの？
登れそうな崖やったけどね。違う違う、走って走って、ああ何しとんねん。しかもこっからこうこう、よし、オッケー、はいはいはい、このぐらいの崖登ってほしいんやけどな。なあ、これは無視。あ、あー、ちょ、やだやだやだ、うー、やり直したくないもん。うー、ちょっと、あ、危ねえ、お前、あ、あー、ああ、あいつ倒さないかんの。ちょっと、よし、ちょっと待って、ああ、いや、もういいや、逃げる逃げるよ、勝ち。ちょっと、ああ、ちょっと、ああ、あー、そんなこともできるんだ、初めて知った。魔法の壺がないとダメな感じかなと思ったけど、うわ、なんだ、それなら怖くない。よし、ちょっと、うわ、一旦区切りたいんやけどな、なかなかそうさせてくれないな。なるほどね、戻ってきたかな。え、どうすればいい。あ、爆弾がいるね、これね。違う、うわ、あんたのための爆弾じゃないとよ。ダメやね。うん、ああ、あんなところに、はい、落とします。あー、やっと一周してきたかな。よいしょ。なんかね、デクババの黄色いのも一撃で倒す。あ、ボス戦じゃないか。ちょっと待って。あ、ちょっと待って、セーブしたいんやけど。セーブしたいし、ちょっとこのパートも終わりにしたいんですけど。これボス戦やろ。切りのいいところで終わろう。あ、あーあーあー、で違うか、びっくりした。あ、あ、あんたかい、敵かと思った。なんだ、じゃあちょっと今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ちょっと録画時間が長くなってるから、訪れしてないか心配ですね。はい。